本当に勘あれ道間違えたやろ。はい、やばい、ここはもう無理か。絶対に歴史勉強してみる。多分俺が言っとる歴史は当たっとるぞ。絶対俺の見た感覚で勉強しろ。ここ、あ、間違えた。そうか、そういうことか。これあの今の観音坂トンネルが心霊スポットって言われてるんですよ。で、あれなんで、あの要は新トンネルがあって開通してるはずなのになんでこんな車通ってんだって思ったら、俺思いっきり新トンネルの方を選んでるんだ。これあ、なるほどね。俺が道間違えた。旧観音坂トンネル。はい、乃木坂46観音坂、さっきは新を通ってきたんですけど、今から旧に行ってみます。途中通行止めになってますから、まあ、当分ちょっとまた歩きます。まあ言うてね、ちょっとね、台風の影響で雨が降ってきました。さあ急いで行かないと帰り道すごいことに。ドアがあるだけ。開いてない。開いてない。あらー。はい、今おしゃれだ。もうすいません。これは検査されてます。すごいおしゃれな、なんか。ああ。閉鎖されてるってガチだな。向こうも閉鎖されてます。あの単純に距離が長いから見えないのではなく、いや、なんか見えると向こうも見えるもん。おしゃれー、これもおしゃれー。こんなとこにね、隠しておくのもったいないぐらい。うん、おしゃれな。見て見て、もういく向こうも閉まっとるんかな、あれ。ああ、まあ閉まっとるやろな、すげえ風が来る、気持ちいい。はい、次行きましょうか。すいません、閉まってました。おしゃれやね。閉鎖中って言われてどこまで閉鎖されてるのかと思ったら、こんなおしゃれなもんで閉鎖されてると思わなかった。長浜ロマ字で書いてあります。